ビッグモーター報道で謝罪テレ朝、証言の一部を誤解し放送、認識が甘かった。テレビ朝日は2日までに、報道情報番組、スーパー J チャンネルの、中古車販売大手ビッグモーター、東京による自動車保険の保険金不正請求問題をめぐる報道に誤りがあったとして、公式サイトで、視聴者や損害保険ジャパンなど関係者に深くお詫びする、と謝罪した。関係者の証言の一部を番組側が誤解して放送したとしている。テレ朝によると、問題が、あったのは7月28日に放送した VTR。ビッグモーターの顧客の保険加入率や事故件数が、損保ジャパン担当者の給料に反映されると受け取れる内容などを伝えたが、事実が確認できなかった。損保ジャパン側に事前に事実関係について確認取材をしていなかったという。放送後に損保ジャパンから指摘を受け、判明した。テレ朝は、取材における事実関係に関する番組スタッフの認識が甘かった、と説明している。